愛する皆さん、私たちは今、人間関係を癒すための重要な段階にあります。天秤座のエッセンスは、私たちが完全で力強い主権者になるための旅において、素晴らしい味方なのです。主権について話すとき、私たちはしばしばそれが個人の力に関するものだと考えます。しかし、それはまず私たちのエネルギーを取り戻すことであり、そのエネルギーはほとんどの場合、他の非善意の源、つまり人々に付着したままであり、私たちの光と生命力を弱めています。今は私たちがエネルギーを取り戻し、本物の源に再びつながり、魂とエネルギーのつながりを癒す絶好の機会です。なぜなら、偽りの源につながっていればいるほど、私たちの力は弱まり、魂とのつながりも弱まるからです。あなた方の多くは、今、よりバランスの取れた神聖な再会の実現に向かっています。また、私たち全員に癒しの時間が与えられているため、アストラルの影響、元パートナー、またはすでに人生で目的を果たした他の人々とのつながりを維持する古い執着を解消している人もいます。私たちが本当に感じていることを察知し、受け入れ、責任を取ることは人間関係において最も難しいことの一つです。なぜなら、一緒にいる目的が終わったことを多くの人が知っているにもかかわらず、それを受け入れて拡大し続けるのではなく、お互いに執着し続け、古いつながりを助長する言い訳を作り、慣れ親しんだ空間にとどまり、より安心感を得るだけだからです。孤独になること、自分自身で新しい地平を経験すること、そして手放すことへの恐怖は、無力感とその背後にある魂の断絶を隠しています。なぜなら、私たちが完全につながっているとき、私たちは同じ方向に成長しない限り、同じ場所で同じ人々と常に留まるべきではなく、学び、前進することが法則であると理解するからです。あなたは心の奥底で感謝し、真実に身を委ね、前進すべき時がいつなのかを知っています。集合的な心と傷を浄化することは、人間関係の中で取り組むべき最も重要なことの一つでもあります。なぜなら、作り出され、私たちに押し付けられる集合的な信念は、エネルギー的な執着、マインドコントロールとのつながり、そして人間関係をどう生きるべきかについての他の多くの誤った前提の主な原因の一つだからです。私たちは皆、愛し方に関する多くの信念やプログラムと共にこの世界に生まれてきましたが、多くの場合、これらのルールは、魂からではなくエゴから愛するように仕向けます。私たちが古いパラダイムから上昇し前進し始めると、最も重要なつながりは、私たちが神聖な自己と維持しているつながりであり、直接の指導を受け、他人を受け入れる前に自分自身を完全に知り、愛し、受け入れ、包容できることだと理解します。この時期に、先祖伝来の信念や人間関係に関するエピジェネティックプログラムをクリアにすることは、古い役割から脱却するために極めて重要です。なぜなら、私たちは、単にそのように教えられたという理由だけで、相手が、特定の役割を果たすことを期待して人間関係に入ってしまうことがよくあるからです。孤独になることへの恐怖は多くの有害な関係のもう一つのきっかけです。しかし実際には孤独とは自分自身を見つけ自分の感情と交わり魂が満たされて完全になり、それによって自分自身を他の人に与えることができるようになることです。私たちの影を一掃し、私たちのすべてを受け入れ、断片化された魂に統一をもたらすことは、バランスの取れた平等な関係を築くために不可欠です。なぜなら、あなた方の多くは現在、
調和の取れた関係が意識的な競争の鍵となる、全く異なるタイムラインに移行しているからです。あなたがアセンションの旅のどこにいても、あなたは常に完全です。なぜなら、孤独とは、すべてが一つであるということだけを意味するからです。すべてはあなたの中にあり、あなたはすべての中にいるからです。私たちは、決して孤独でも絶望でもありません。愛する皆さん、あなた方が、あなた方自身にふさわしい愛を体験できますように、無限の愛の中で、